は別の下だったのちっちゃい木で引き算しないとわからない形になってるんで、我々言ってるのは144ヶ月は過料だけど、そのうち何ヶ月が未納です、あるいは何ヶ月が納付です、その下で括弧で書けって言ってるんですが、それをやらないからシステムを変更しないと入れられないとそれは言ってんだけど、でシステムを変更して入れた方が入れないとこれはもうダメですよと言ったところですね。それをすると要するに、公約で掲げている3月まで遅れなくなる、公約になってしまうので、それだけは取り組んでいる。プログラムにですね、3、4ヶ月かかるなんて言ってる場合じゃないんですよ。あれを送られて渡る人はもう一着なんですから、はい、それでですね、私はもう具体的に提案したいんですが、もう答えをね書くべきだと、もしこういうふうに関係して作業を書いてあるんですけれども、これ具体的なことが答えがあればね、しかも次のことが関係はそれで長く届けないのかっていうことですが、ほとんど多くの人がその関係してないわけですよ。これだけでもちょっとした親切心があれば、劇的にこの国立民は意味を持つ、今のやり方で僕たちはこの人が大事なところ、自分が大事なところ、自分が大事なところに長ったのを踏み出すようにしていればいい。これはやっぱり、ただ最初になったら、ね、なんか、なんか少しこう、気をつけるような入れるようになりました。それだったらね、前寄せをして、当たったり、例えば、氏名の生年月日性別だから、一つの情報に、例えば5人とか10人ついて送るっていうのがあるんですが、そういうのはちょっとわかるかもしれませんが、一人に一つだからね、だから一人に一つだって。いや、お母さんね、もしそういうことを言うんだったら、今、日々、郵送してますから、それすごくして、今、今、郵送してます。私も作業は全然やってください。作業はね、作業は止まらないから、今この客観的に話を聞いてね、山の池はもう結果的に分があるよ。これやばいんじゃないですか。問題はだから送ればいいという考えのことでしょう。結局送った後ですね、あと国民が問い合わせてくれれば変えましょうと、国民が問い合わせなければ国民が権利放棄したんだからあとは知りませんよ。いや、我々はやるだけのことをやったという、そういうですね、そのアリバイ的なことをしようとしてあのね、こんだけ悪いやつ、めちゃくちゃにした連中がよく戦って、あと2年間やって解決する見込みはありません。私はもう1年前からこの3月末に5000万件の証拠なんてできないと言い続けている。絶対できません。だからどうするか言うと、私が言ってるように実証責任